はいどうも、タマヤです。今回も南米ユッシュバリ監督キャリア続きやっていこう。さあ現在リーグ戦の方は15試合を終えて、なんと無敗、12勝3分けで勝ち点39と、前回最後に2位のバンリーとの直接対決を制しまして、一旦独走状態に入ることができたといった状況ですね。ただまだシーズンも前半戦なんで、まだまだ何があるかっていうのは分かんないんで、今回も気を抜かずにやっていこう。現在のメンバーがこんな感じ。さあついにイダルゴ・ガルシアに続いてキーパーのオリベイラ、彼も80代入りで、今回でこのセンターバックのね、ディフェンスリーダーことアルメイダも80入ってくれると嬉しいね。でそれに続いてコスタが来そうかなという感じ。いいね、チームが着々とプレミア仕様になっていってる感じがするね。ただやっぱりこのセンターバックの一角とボランチのところ、ここはねせめて70代乗せとかないとプレミアではやっていけないと思うので、この2人が頑張って成長させていきたい。なかなか厳しいけどね、この能力で2部を戦わせるっていうのも。本当にね、試合中もリベイロのところはねかなりヒヤヒヤで、なんとか戦ってるっていう状況なんで、このままいくとアルミーレが過労死まである。さあそれではやっていきましょう。さあまず編成のところでね、こちらのペレイラ、なかなかウィングの位置だと期待してる活躍をしてくれてなくて、で前回の試合ね、後半からトップ下で使って、そしたらもう水を得た魚のようにね、めちゃくちゃいいプレーを連発していたので、でなおかつそのペレイラがね出てきたことによって出場機会が抑えられていたこのカルドナ、彼も今季も少ない試合数でいい結果出してますし、去年もね本当にペレイラメインで出してたのがかわいそうなぐらい少ない試合数で確実に結果を出してくれてたんで、やっぱりそういう選手がスタメンを取るべきであって、それが正当なポジション争いだよねということで、このペレイラ今回でトップ下にコンバートしていきたいと思います。これは多分カルドナとウィンウィンになると思う。でまあトップ下にはね、イダルゴとコスタっていう絶対的な存在がいるんだけど、まあ言うてここの控え選手は今いない状況なんで、まあここを3人にして回していくみたいな感じでも全然やれるかなと思います。というわけで早速コンバートをしていきましょう。残り3週間。それではまず11月、ここはシミュレートで流していこうか。そしてチーム初の代表選手が生まれました。ガルシア、なんとブラジル代表、あの選手層で入ってくるか。素晴らしいねガルシア、これからはもうセレソンとしてうちのチームを引っ張ってってもらおう。さあペレイラのコンバートが完了しました。早速変えていきましょう。さあ OBR も上がっていよいよ戦える選手になってきた。さあ11月はこんな感じで終えてきました。ついに初めての敗戦が出てきました。まあでもそれ以外は全勝しているんで全然ペースは落ちていない。順位も変わらず1位と、ただ3位以下とは結構差が出てるんで、気をつけないといけないのはバンリーだけだね、とりあえずは。ちなみに現在のユースアカデミー、まああんまりね、パッとした選手は出てきてないんだけど、まあ強いて言うならこのカルドーソね、ポテンシャルも高い位置でキープできてるし、OVR も68とかなり高めなんで、今育てているリベールがダメだった時の交代要因としてめちゃめちゃいいかもしれない。まあ、上げるとしたら次の移籍市場がオープンして、レンタルからのスタートっていう形にはすると思うけど、ちょっと期待ですね。顔は完全にウィル・スミス。さあそれで12月もシミュレートで進めていこう。さあ12月はこんな感じで終えてきました。さあ負けも2試合あるが決して悪くはないペース、そして順位は首位と、いやただ同じぐらいのペースでバンリーも来てるんで、やっぱどうせなら優勝はしたいんで、これ以上差を縮められるとちょっと怖いね。そしてユースアカデミーで移籍市場がねオープンしましたんで、早速ねさっき言ってたこのカルドーソトップチームに上げてレンタルに出していこう。カルドーソトップチーム昇格。さあレンタルリストに追加していきましょう。さあ1月、そろそろ試合もプレイしていきたいなというところで、ちょうどここの10日にカップ戦がありますんで、まあ、この時期だと FA カップの初戦かな。相手はおそらく格下だと思うけど、ここで気持ちよく勝って終わりにしていこう。さあやってきた FA カップベスト64、相手はピーターバラ。ピーターバラは3部のチームだね。格下相手ということで、まあ、久々に力の差を見せつけるというそんな試合もいいんじゃないでしょうか。でやっていく前に一応現段階での各選手のスタッツ見ていきましょうか。さあイダルゴは今季アシストに徹しがち、もうちょっとゴールっていう結果も欲しいところ。でコスタは9ゴール、これは見事。まだシーズンも半分ぐらいありますんで、まだまだ積み重ねていけると思います。でガルシアもすごいね、9ゴール4アシスト。
念願のセレソン入りしたからね。今季どこまで伸ばしてくれるのか。で、カルドナが7ゴール4アシストと、やっぱりいい結果出してると思うよ。この男は本当にね、不遇の時期もあった中、もう耐えに耐えて結果で示してきたと、そういう男なんで、もうこれからの活躍には期待せずにはいられない。そしてバリオスが16ゴール2アシストと、相変わらず取ってるね。今回のスターティングメンバー、こちらでいきたいと思います。さあ、もう選手の成長がえぐいでしょう。もうプレミア戦えるよこれ。ペレイラとリベール以外、さあアルメイダね、80代入りどころか81まで行ってくれてます。で、コスタもついに79と80代王手。2部でこんな80代抱えてるチームいないよ。さあ、そして今回右ウィングにはようやく来ましたよ。実力を示してスタメンを勝ち取ったこの男、カルドナを起用していきます。もう確実な実力者なんでね、彼のプレーには期待していきましょう。 FA カップベスト64キックオフ。さあ、もう今回は大量得点回にしてほしい。ペレイラ、イダルゴ、ガルシア、いきなり決めていく。素晴らしい連携からのゴール。コスタからガルシア、幸先いいぞ。まだ相手ボールも触ってないでしょう。ここうまかったね、コスタとガルシアのワンツー。1対0。もうガルシアもね、これがセレソンですわと言わんばかりのゴール。コスタからカルドナを使っていく。あるよ、やばいぞ。おー、怖い怖い。さあ、ペレイラの安定感もいいんだよね。コスタ、積極的にカルドナを使っていく。さあ、ここの対応ちょっと大丈夫か。オッケー、リベロ。さあ、コスタ目立つね、いいよ今のも。さあ、コスタ、バリオス、ガルシア運んでいく。ガルシアが運ぶ。バリオス、ガルシア、やっぱガルシアは失わないね、さすが。さあ、コスタ、いやー、ナイス対応アルメイダ、それがやっぱ一流よ。カルドナからバリオス、カルドナ、さあ、うまいよ、素晴らしい。イダルゴ、カルドナからイダルゴ。いやー、ここのカルドナうまかったよ、一人完全にかわした。そして入り込んできたイダルゴも素晴らしい。今季ゴール数少なかったんでね、イダルゴ、これは貴重よ。2対0。やっぱりウィングはカルドナよな。おっと、それはまずいぞ。ナイスペレイラ、落ち着きようよ。ここで前半終了。前半終わって2対0、2点リード。さあ、文句つけようのない素晴らしい前半となったが、相手を格下なんでね、後半はさらなるゴールラッシュに期待していきましょう。どっかでね、トップ下のペレイラも出してあげたいなと思っている。後半キックオフ。さあ、立ち上がり気をつけていきたい。いやー、あっぶねえ。イタルゴ、バリオス、コスタ、いやー惜しい。イタルゴが拾って、コスタからガルシア、どっちが行く、コスタ、バリオスからコスタ、バリオス、さあ、耐えていこうぜ。いやー怖いね。いやー絶対無失点でいきたいよ。これはオッケーオッケー。コスタからカルドナ、イダルコからコスタ、
ガルシアからイダルゴ、これはチャンスよ。さあガルシアに入ってコスタ、さあ決めてくれ。いやーマジかい、コスタ打ってよかったけどね。さあ選手変えていこう。コスタに変えてペレイラ、カルドナに変えてカブラル行こうか。いやーピンチ続くぞ。あぶねー、リベーロナイス、それは助かった。さあガルシア、バリオス、いやーサイド使いたいな。いいよ、いやー通らず。バリオスがやっぱちょっとまだミス多いな。これピンチよ。いやー芝ナイス、オッケー、リベイロも頑張っている。さあペレイラ、ちょっと嫌なロスト多いな。さあここアルメイダ、さすがの守備。イダルゴ自分で行く、抜けていって、さあ中にはペレイラ、素晴らしい。いや少ない時間で結果出したペレイラ、いやイダルゴも良かったね。ここ一人で行って最後このパスよ、で決めたペレイラもすごい。これは簡単なシュートではない。3対0、ここで試合終了。FA カップ1回戦3対0で勝利。いやー完勝だね。結構危ないシーンもあったけど、そこはリベールもはじめよく体を張ってくれた。いやーでイダルゴ無双だったね。ゴールにアシストに、そして途中出場のペレイラ、いい活躍をしてくれた。ガルシア1ゴール、カルドナ1アシスト、イダルゴ1ゴール1アシスト、ペレイラ1ゴール、コスタ1アシスト。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。